はい。じゃあですね、ちょっとさっき21枚だったので、無理やり20にしてみました。じゃあ、こっから、やっていきます。初動のカードが磁石8枚です。で、上級フィニッシュのカードが2枚っていう風にしてます、今回はね。で、残り、このスナスト込みの、ここのバーっていう10枚を自由に変えていって、勝率をどうやって出すのかっていうのを考えていきます。で、汎用札、こういう風に、まあ、要は防御札とか、魔法とか、攻める札とか、別の火球とかっていうのを入れるときに考えているのは、2種類あります。まず、そのテーマを強化するサポートカード。そして、相手を妨害するサポートカード。この2つが考えられます。で、そのテーマを分回した方が勝率出る場合は、強化するサポートカードを増やした方がいいです。逆に、分回しただけでは勝てないテーマは、相手を妨害するカードを増やした方がいいです。OK ですか？分回した方が勝てるんだったら、逆に相手を妨害するカードは少なくていいです。逆に分回しただけだったら、これ相性的にどうしても無理なテーマが環境に強い、分布数多いわってなるんだったら、そのテーマを妨害していく前提で、構築しないといけないです。ここまで大丈夫でしょうか？で、これはデュエルを重ねながら探っていきます。最初の頃は分かんないと思います。だから、ここの札をいじるのはすごく難しいと思います。ただ、自分でもしいじってみたいなって思ったら、それを考えます。自分の動きをした方がいいのか、相手を妨害した方がいいのか、まあ、もちろん自分の動きをね、最大限にした方が楽しいっちゃ楽しいんだけれどもね、まあ、勝つっていうよりも、その、回すことを考えるんだったら、もし僕が紹介した中で、あ、これ妨害する札だなって思ったら、そこを抜いてしまって、分回すことに特化してしまってもいいと思います。で、まあ、特定の相手ばかりに負けるようだったら、そのテーマを妨害するサポートカードっていうのを多くしていきます。要は自分のメインギミックを回す強化カードを削って妨害札を入れることによって勝率を上げていくっていう策を取ります。逆にメインギミックが機能せずに負けることが多いんだったら、相手の妨害するカードを削ってそのテーマを強化するサポートカードっていうのを入れていきます。このデッキ作りが一見テンプレに見えるですね、環境デッキだったとしても、1、2枚の調整していくことで環境じゃないですね、勝率が変わってきます。この作業が自分はめちゃくちゃ楽しいです。ただ、まあ、初心者の人はね、そのテーマをサポートする強化カードっていうのが何かわからないと思うんで、今の環境を、まあ、自分がわかる範囲で、環境デッキのカードっていうのを書いていきたいと思います。強化するカード。例えば磁石だったら強化蘇生になります。これね。あとは玄米になります。こいつ、除外されてる自分及び相手のカードを3枚まで墓地に戻すっていうところなんで、これたださっき説明したフィニッシュのカードとかぶるよね。だから玄米入れるんだったら玄米とベルセリオン合わせて俺は3かなと思ってます。3で10回に1回ぐらい2枚かぶります、初手で。それが許容範囲だと思ってるので、入れるんだったらこうとか、まあ、もしくはこうとか、そんな感じで考えてます。よいしょ。で、強化蘇生は、これは自分のメインギミックなんだけど、相手ターンにどんどん墓地肥やしていったりとかした方が強いよね。だから、とか、あと手札にサージ入れた方がいいんで、例えばね、相手ターンにこいつ効果で、こいつ、まあ、デルタでこいつ落としたりするじゃないですか。落としたこいつを引っ張り上げる役割で強化蘇生が非常に大事なんよね。だから、これは磁石のメインギミックを強化するカードです。そういう風に自分がより動きやすくなる。磁石の動きをしやすくなるっていうのをサポートカードと考えてもらえれば大丈夫です。で、ちなみにここ妨害札入れているのはサブテラーに対して強くしたかったからこの辺入れてます。生物はぶっちゃけ悩んでます。これは生物入りの6部首がと調整めちゃくちゃやってて、6部首も苦手だったからそこに対抗する札であんまシナジーないんですよ。ただ6部の役割の生物をケアするっていう意味でこれ入れてるだけです。で、あと供物ですよね。供物に関してはサブテラーの戦士を妨害できる。特に局所と絡んでいけば結構妨害できたりするんで、それで入れてます。まあほんまそれぐらいです。で、スナイプもその6部首を潰すための札として入れてます。そんな感じです。で、さっきの自分の構築に戻るんですけど、ベルセリオン1にしてるじゃないですか。で、ベルセリオンを1にしている代わりに、じゃあベルセリオンと同じ役割で初動でもまだ言うて腐んない札を入れたいって考えてます。例えばベルセリオンって前と後ろ破壊できるんですよ。だから前破壊できる札として供物を入れてるっていう風な感じです。これだと初動でまだ、動きやすいからっていう風に考えてます。 OK でしょうか。ここまではなんで自分はベルセリオンを減らす代わりに破壊札を入れてるっていう風な感じです。じゃあ次、サブテラー。サブテラーに関してはサブテラーの結成になります。ざっくりと見ていきます。サブテラーに関しては自分のサブテラーは今これなんですけど、初動のカードが、つくよみ2の、アクエドリア2の戦士3です。まあアクエドリアが一応初動になるから3にしてもいいんだけど、こいつ自身はそこまで俺は強いと思えなくてこうしてます。これでフィニッシュのカードがリグリ2です。で初動が1234567です。ただ仮面の場合は後ろが薄い仮面弱いと思ってるんですよ。だから罠多めにしてる感じです。防御札回す札は決戦だけです。あとはもう、こいつらですね。包括、底なし、カナディア、そして小遣いで相手を妨害していくっていうのをメインで考えてます。サブテラーは学びだと思っているので俺はこれでいいんじゃないかなと思っております。なんで、まとめるとサブテラは初動のカードがこいつら7枚です、で決戦が回す札でフィニッシュがリグリです。次レスラー見ていきましょう。レッドアイズは僕の場合は、初動のカードが、フュージョン3のインサイト3です。これが初動だからここで6枚です。だからこの6枚を自分の中では崩したくないと思ってます。あくまでこれは個人の考えです。でこいつが、なんとか一旦遅い初動になるんですよ。一旦遅い初動だから一応 1.5 みたいな感じで考えて初動 7.5 ぐらいで思ってます。でプラス、回していく札としてガーディアンの力です。これがメインギミックを強化する札です。ガーディアンの力と、ブラックメタルドラゴン、ここの6枚が強化する札です。レスラっていうのは装備カードがついてる時により強いよね。だから実質初動が 7.5 プラス、強化するカードが6で考えてます。でプラス相手を妨害する札として、123 と入れてます。これサブテラー苦手だから狡猾多めに入れてます。だから、自分を強化するカード6プラス相手妨害3の合計9が汎用として積んでます。では、次ネオスコア機見ていきます。ネオスコア機はね枠結構きつくて汎用とかあんまないんですよ。このテーマ聞いて汎用は助ける2と AD チェンジャー1、そして小遣いさんの狡猾1でこれも6かな。なんか自分の中では結構汎用6っていうのがしっくりきてるんですよ。だから汎用6だから21になることが多いんですけど、それよりもこのバランスを崩したくないと思ってます。逆に汎用6をすって20に収まるんであれば割と俺は20でデッキ組んだりします。バランスかな。俺はこのバランスが好きっていうだけかなと思います。で、助けると AD チェンジャーが自分のメインギミックのあれです。メインギミックに組み込める防御札でこれも一応相手カナディア底なしされた後がマキシマムとか、分置になっちゃってきついんで、それの後の、AD チェンジャーとかっていうのを考えてます。はい、では次は6部衆です。6部衆なんですけど、初動はこれ何枚かっていうと一応12345678910ってあります。ただ深淵はどっちかっていうと俺の中でサポートカードだから一応カウントできるところで言うと123456789ぐらいで考えてます。だこのモンスター8枚プラス、6部の場合はモンスターの組み合わせシンクロとかしていかないといけないからモンスターの組み合わせが必要なんですよ。メインギミック分回した方が強い典型的なテーマです。だからそのメインギミック分回す札として、道場と新鋭と結束を入れてます。この道場で風魔にアクセスできる、新鋭で支援を作れるっていうところを意識してます。プラスこの結束です。結束でドローを加速していって引きたいカードを引いていくっていうのを意識しております。で、生物とこの、二刀流、これが相手を妨害する妨害札枠です。まとめると初動が8あります。で、サポートするカードっていうのが新鋭2と道場2と、結束3です。で、妨害する札っていうのは生物と二刀流です。この生物と二刀流が持ってたとしても自分のデッキが回るわけじゃないじゃないですか。で、なのでこれは回す札じゃなくて相手を妨害する札ですっていう風な感じです。じゃあ、最後に誓願です。誓願に関してもこれは、初動札が 1,2,3,4,5 しかないです。だから誓願はちょっと初動が安定感少ないよね。で、まあ6部も同じようなこと言えるかもしれんけど、ただ6部と同じような枠でここがコスモ3入ってます。だからここを実質初動 1.5 ぐらいでカウントできます。 1,2,3,4,5,6.5 ぐらいかな、初動でいくとっていう風なのを考えてます。でスナスト、このスナストを要は初動と見せかけるのが大事なんで、スナストをブラフでセットするとかっていうので、初動実質引けてるみたいなカウントにすると 1,2,3,4,5,6,7,8 っていう風になるんだけど、ただそれは駆け引きとかが必要です。だから駆け引き次第で誓願は強くもなり弱くもなるっていう風なテーマです。まあまとめるとそんな感じかな。初動とかってお分かりいただけたかな。で、これギミックを回す札っていうのは特に入ってなくて妨害札しか入ってないです。まあギミック回す札で言うとスナストかなとは思います。要はこいつらとか捨てれるから、それで妨害しながら能動的に石を捨てれるっていう意味ではこれが妨害と回すのとどっちも、噛み合ってます。でこれが妨害札ですねって考えてます。であと最後にもう一つ考えているのはモンスターと魔法罠のバランスを考えてます。で分回したいんだったら汎用魔法罠は1枚引けてれば OK で2枚できれば引きたくないっていう風に考えてます。なんでその1枚だけがいいって思ってるのはレッスラ6部窓、聖眼ネオスコアキこの辺です。だからこの辺は、まあ、2枚は許容範囲だけど3枚は引きたくない、3枚引いちゃうと回んねえわっていうテーマに関しては俺は6とか、別に3とかでもいいと思います。1引けてればラッキーぐらいの感じで、だから3から6ぐらいとかを結構考えてます。だからこれ聖眼だったら自分のターンでしか動けないカードっていうのがここ入ってるんだけど、相手ターンに動くカードっていう意味合いでいくと狡猾とスキルプリズナーしかないんですよ。だから4しか入ってないっていう。ただそれはメインギミック分回した方が強いって思ってるから、汎用札が重なりすぎると弱いと思ってるからこういう風になってます。で、レスラもそんな感じだと思ってます。レスラの動きをした方が絶対強いと思ってます。で6部もそうで、逆に妨害しながらプレイしたいっていうコンセプトで俺は考えてるのはサブテラーなんですよ。だからさっきのやつとサブテラーのやつで見てもらった時に汎用札めっちゃ多いように感じてもらえると思うんですよね。こうやって妨害札が8あるんですよ。だからサブテラーはこっちのタイプだと思ってます。妨害しながら戦うタイプだと思ってるからこういう風な構築になってるっていう風な感じです。で6部だけちょっと特殊で、6部は泥素めっちゃあるんですよ。だからここなんですけど妨害札がちょっとごめんこれ大会用のあれのままで、まあ、あれなんやけど妨害札は結構少なめなんですよ。5か6でいいと思うんですよ。5か6でいいんだけど、ただ結束があるからそれも引けちゃうっていうのが6部衆の強みやと思ってるんですよ。支援エニシそこもちろん強いけどメインギミック回すために罠少なめにします。でも結束で引けちゃう、それが6部最大の強みやと思います。どうですかね、ちょっとデッキ構築のお話、いろいろちょっと脱線しちゃうところもありましたけれども、固定枠を決めましょう。そして初動のカードを何かっていうのをその中で考えましょう。で初動のカードは最低6、可能であれば7から9、そして、フィニッシュのカードっていうのを決めて、そのフィニッシュカードは入れすぎないように気をつけております。であとは汎用札残り、10枠ぐらいが汎用札とかになるはずなので、そこで自分のテーマを回すのに特化した札を入れるべきなのか、それとも相手を妨害する札を入れるべきなのかというのを考えてます。だからデッキ僕の動画とか見ていただいてデッキ作るときに初動はあんまりいじりすぎないようにしてもらって、汎用の枠でいろいろ変えていただければよりなんかデッキ作りとか楽しくなるんじゃないかなと思います。では長くなっちゃいましたが以上になります。良ければチャンネル登録高評価ぜひともお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。